どうもいつもお世話になっております。今回は、霊式四層前半の解説動画になります。後日、アニメーションを用いた完成版を出しますので少しお待ちください。最初に私たちが使用したマーカーを図示します。まず、基礎知識です。外周にエデンで出てきた晩神のクリスタルが6つ出現します。それぞれ特徴があり、順番に解説します。ボスの放つで関係する晩神。リヴァイアサン。中央アンチのボス側面範囲攻撃。ガルーダ。クロスアンチのボス十字奥義範囲。ラムー。外周アンチのボス中心範囲。イフリート。側面アンチのボス前後150度奥義範囲。この範囲が2つ同時に来ます。パターンは5つで、このような感じになります。ちなみに、ガルーダとスイフリートはアンチがないのでありません。タイタン。基本攻撃は、ヒラ2名への頭割り攻撃と専用のフェーズを持ちます。シバ。基本攻撃は、全員に、プレイヤー対象の範囲攻撃と専用のフェーズを持ちます。それでは行きましょう。マレフィキューム。全体攻撃です。記憶想起。北側に晩神クリスタルが3つ出現します。ジャンクション、タイタン、オア、シバ。ボスに、どちらかのバフが付与されます。閲楽の手。左右どちらか光ってる手の方に、240度の範囲が来ます。頭割り、オア、3回。先ほどシバだったので、3回です。放つ。繋がった晩神の2種類の AOE が来ます。ガルとラムーなので、クロス外側のアンチです。シバなので3回です。天罰の波動。ヘイト1位突体性低下デバフ。ヘイト2位残体性低下デバフとともに、強攻撃が2回来ます。無敵受けかスイッチしましょう。マレフィキューム。全体攻撃です。ジャンクション。シバ、確定。ダイヤモンドダスト。まず、床が、氷、図のような対になる2箇所アンチの AOE とヒラ2名に頭割りが来ますので、滑って4人ずつ分かれるようにアンチで頭割りします。次に、プレイヤーにマーカーがつき、中央を経由したり、左右の分かれたアンチへ滑って入るように3回します。立っている位置につららが出現し、距離減衰の線で結ばれます。床の凍結がなくなり、先ほどの AOE が再び来ます。ノックバック予兆が出現し、中央の AOE が終わったら、中央へ行くか、アムレンを使い、線で結ばれているつららから離れて受けます。マレフィキューム。全体攻撃です。ジャンクション、タイタン、確定。大地の怒り。全体ダメージ、とても痛いです。フィールドが変わり、岩が計8箇所降ってきます。マーカーの説明です。黄色は、1人で受ける範囲。オレンジは、2人以上で受ける範囲。青は、周りのマスも受ける範囲になります。担当の場所に移動すると、ボルダーと線で結ばれ、色に対応した爆発をしますので、図のように処理します。
岩田スマーカー1回目。岩田スマーカー2回目。南北は、ヒラと DPS で分かれてますが、青マーカーはよくお見合いするので、優先度を決めておきましょう。岩田スマーカー3回目。マレフィキューム全体攻撃です。放つタスオブリタレーション。同時に外周エデンから直線頭割りが来ますので、アンチは同じところを使います。マレフィキューム全体攻撃です。外周にエデンが出現し、このギミックのため南へ誘導します。ストック、放つをストックしてリリースで発動しますので覚えておきます。石像2体出現。ヒラ2名対象に頭割りが来て着弾と同時に、その場所に石像が出現します。その後それぞれの石像から4本ずつ、1から4の番号と線でつながります。1がついた人から、順番にビームを打ってきますので、他の人に当てないように、交代で受けます。ビーム1回目足す閲楽の手。左右どちらか光ってる手の方に、240度の扇範囲が、同時に来ます。ビーム2回目。外周のエデンの手が光り、ノックバックが来る方向が確定します。ビーム3回目。他の人は、光ってる手の方に移動しておきましょう。ビーム4回目。手側の4番目は、みんなに当てないように、北方面にビームを出します。反対の4番目は、とても移動猶予がないので、南にビームを出しつつ、すぐ移動します。拒絶の手。外周エデンの光った手から、ノックバック。リリース。先ほどストックされた放つが来ます。先ほどはナルとラムーでしたので、外斜めアンチです。マレフィキューム全体攻撃です。天罰の波動。ヘイト1位突体性低下デバフ、ヘイト2位残体性低下デバフとともに強攻撃が2回来ます。無敵受けかスイッチしましょう。ストック、放つをストックします。リリースはライオン火炎放射の2回目後です。リバとガルですので内側斜めアンチです。ライオン出現。南北に大ライオン1匹ずつ、東西に小ライオンが2匹ずつ出現します。大ライオンは近くの人に火炎放射をし、被弾位置にダメージ床を出現させます。小ライオンからは線がタンクヒラオア DPS につながり、対象へ向かって火炎放射をします。それが他のギミックを挟んで全部で3回来ます。火炎放射1回目。閲楽の手側は移動がシビアなので1と4または2と3マーカーのアンチ側に誘導します。ノックバック、火炎放射2回目。ノックバックした後火炎放射なので、ノックバックを受けて外周に飛ばされそのまま誘導しましょう。目安はこの位置がちょうどいいです。リリース。このリリースは忘れがち。先ほどはリバガルでしたので、内側アンチです。火炎放射3回目。リリース処理した後でシビアなので、スプリント使っておきましょう。閲楽の手。マレフィキューム全体攻撃です。
ストック。放つをストックします。リリースは、2回目のジャンクションの後です。これはリバガルなので、内側斜めアンチです。ジャンクション、タイタン、オア、シバ。タイタンなら頭割り、シバなら3回をします。シバなので3回です。放つ。繋がった蛮神の2種類の AOE が来ます。その後シバ3回です。マルフィキウム。全体攻撃です。ジャンクション、タイタン、オア、シバ。先ほど来てなかった方のタイタンか、シバが来ます。先ほど来なかったタイタンで後回りです。リリース。リバイフなので内側横です。その後頭回りです。天罰の波動。無敵受けかスイッチしましょう。マルギキウム。全体攻撃です。この後、もう一回全体が来て、AA2 回来て終了です。ノックバックが来なかったら時間切れです。ご視聴ありがとうございました。アニメーションを用いた解説は後日出します。